オルズのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、フルーガーゴールデンウエストハードラバーのニッケルフレームを持つ60ヤードモデルですね、両軸のハードラバーフライフィッシングリールのご紹介です。はい、ではディテールを見ていきたいと思います。はい、このような形で手のひらに乗るような小さなモデルになります。径も小さくてですね、60ヤードですので当時でも小さい部類、フェイス面の上部にこのようなフルーガーゴールデンウエストトレードマークのブルドックマークですね、ゴールドのプレートで衣装されてますね。これがまあ非常にアクセントとなってこのモデルの顔になってます。はい、で、このサイドプレートが、このハードラバーの、ブラックのハードラバーとですね、メタルの、プレートによってサンドイッチされてます。これは独特のゴールデンウエスト特有の仕様になってますね。はい、フレームが、このナローフレームになってますね。なので60ヤードになります。これ80ヤードになると、若干広がります。フット裏に60ヤードの60の刻印がエングレーブされてますね。はい、まあシンプルなリールになりますね、シングルアクションで。ハードラバーの風合いもですね、若干こう焼けが出てていい感じになってます。ハンドル周りもですね、独特のこのシェイプを持つ装飾的な形状のデザインで、このような形で、はい、シングルアクションですね。なので逆回転も同じテンションでドラッグがかかっております。右左、どちらのハンドルでも対応できますね。ラインガードもありませんのでどちらでも対応ができるリールになっています。はい、で、このドラッグのですね、切り替えですね、オンオフがこのアジャスタースイッチでできますね。はい、こんな形ですね、しっかりしてます。はい、そうですね、全体的にまあ、状態としてもですね、まあまずフェイス面ですね、若干のですねエッジの部分の細かなすれとか傷とかですね、内側のスプールのところの取りきれない腐食汚れとか出てるんですけどね、サイドのところとか、まああまり摩耗して磨きすぎずにですね、あえてとどめてます。はい、まあ磨けばですね、もっと綺麗になっていくとは思いますね。はい、状態としてはですね、まあ全体的にハンドルもしっかりとしてますしですね、まあハードラバーの亀裂とかそういったものもないですし、このフェイス面のフルーガーのマークにですね、ブルドックマークのメダルもしっかりと残ってます。若干の表面的なすれはありますけどね、まあ、しっかりと、ガタもなくですね、非常に良好な状態を維持してる1台かと思いますね。はい、まだまだ使っていただける1台ですね。はい、まあこの辺のですね、フルーガーの、当時でもですね、結構上位の部類に当たるモデルで、ゴールデンウエストは非常に数も少ないですね。まあ状態としてハードラバーが亀裂があったりとかですね、結構大きな欠けがあったりとかするものも多いですが、これは非常に美観を保っててですね、まだまだ、バンブロッドなどそういった、クラシックロッドに合わせていただけると思います。はい、ぜひですねご検討いただきたいと思います。